こんにちは、鈴木の2代目社長、青チャンネルです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、この青チャンネルでは、鈴木ので飲食店を経営する2代目社長が鈴木の情報を発信していくチャンネルになってますんで、どうぞチャンネル登録の方よろしくお願いします。お願いします。ということでですね、本日は久々来ました鈴木ので、うちの APR グループのお店なんですが、鈴木のブリューイングというお店です。久しぶり。久しぶりです ね。一応今日はですね、このすすきのブリューイングをお客様の視点として、どういうふうに楽しんでいただきたいかっていうことを踏まえてご紹介していきたいと思いますんで、よろしくお願いします。お願いします。行ってみましょう。はい、メニューですね。すすきのブリーイング、自分たちの醸造クラフトビールを飲んでほしいという、そういう思いですすきのに始めたお店でございます。懐かしいですね。昔のまだ出来上がってない状態から撮影してたところですもんね。そうそうそう、1年ぐらい前ね、はい、工事前ね、はい、うん、で、おかげさまでこの醸造の免許を取ったりとか、初めての醸造したビールを皆さんで乾杯したりとかっていうのは、こう概要欄にちょっと貼らせていただくんで、そこをちょっとご確認いただければと思いまして、このお店自体はメインはこの場所でクラフトビールを作ることがメインなんですけど、そこでちょっと試飲というか、ちょっと楽しんでうちのすすきのブリューイングのビールを知っていただくということで、始めた店舗になりますんで、まずはじゃあ王道の一番人気ホワイトエールをください。はい、一応うちのマスターブルワー大野が作ったホワイトエールからいただきたいと思います。この自分の会社というか造場所で作るビールって珍しいんですか、札幌って。あのね、多くないと思います、正直。もちろん僕らもコロナ前は基本的にはその大手ビールメーカーさんのビールを仕入れて店舗でご提供するっていうのが役割の飲食店だったんで、はい、基本的に自分たちで作ってその場で飲んでいただくお店っていうのはすすきのには多分ないと思います。すすきのに結構飲食店ある中で、ここでしかやっぱ飲めない作りたてのビールを楽しめるってことですよね。おっしゃる通りです。もちろん北海道中を探せばすごいいろんな地域にいろんなクラフトビールの会社様、店舗様があるんですけど、はい、まあ、すすきので言うと本当に多くないと思います。一応メインはすごくまだまだ狭いんですけど、ここの場所で投下したりとかですね、もう本当に主な工程は基本的にはここで行ってます。今って何中なんですか？今貯蔵で寝かせてるって感じです。この間の土曜日やったのかな、数日前の土曜日にこの仕込みの作業をここでメインでやって、こう移送したりとかして、今は冷蔵庫の方で貯蔵している。冷蔵庫ちょっと見てみます。ちょっと行きましょう。はい、そしてここの中で今寝かせてるの、結構お客様の お口に飲んでいただける状態になるかなっていうのをマスターブルワーが判断してやってる感じ。全然さ、物によって発酵の具合とか違うもんね。違います。そう、はい、だから本当僕らもまだまだ勉強中です。僕らも本当に素人としてね、始めたばっかりなんで勉強中で、毎回飲んではあれしてね、ここで作ってるビールを飲んでおります。はいはい、ありがとうございます。S、ホワイトエール、こちらでございます。ホワイトエール、これ北海道産の小麦の春よ来いというのをメインに作ったビールになります。いただきます。オリジナルグラスで。本当にフルーティーで飲みやすい。これね、やらしく聞こえるかな、めっちゃくちゃうまいんですよ。個人的にいろいろ聞いてたので、はい、作りたての時はすごい苦労されてたじゃないですか。めちゃくちゃ大変だったね。まあ、先ほど僕も飲ませていただいたんですけど、めちゃくちゃ美味しいです。ありがとうございます。これ僕らも本当にまだまだ初めての取り組みなので、うまくいかないことすごく多いんですけど、ゆくゆくはこのホワイトエール以外にもセッション IPA っていうスタイルのすすきのエールを仕込んでたりとか、ホワイトエール以外のビールもこう取り揃えていって、飲み比べとかをこうもっともっといろんな8種類から10種類ぐらいのビールを飲み比べてほしいなっていう思いです。はい、はい、そしてもちろんこのビールがメインのお店なんですけど、このお店ではねパティシエさんがいてくれて、そのパティシエさんが作るスイーツがすごく美味しいんで、今
日はそのスイーツも一緒にご紹介したいなと思います。なんかそのスイーツも結構種類が増えたということで。そうそう、あのオープン当初はパフェとかしかなかったんですけど、はい、基本的に今はですねロールケーキ、生ロールケーキだったり生クリームのそのシフォンケーキだったりとか、本当に僕自体がですね生クリーム大好きなんで、生クリーム好きな人のことをクリーマーズって呼ぶんですけど、僕が勝手に、はい、あのクリーマーズなんで生クリームのスイーツを増やしたんですよ。でなるほど、生クリームのスイーツといえば何すか、りょうちゃん。僕の中ではパフェとかシュークリームとか。正解。食い気味に正解。あの正解の意味が分かんないんだけど、あのここのお店でシュークリーム作ってもらいました、パティシエに。今日シュークリームと一緒にお酒を楽しみたいなと思います。あの普通 の, そのお菓子屋さんって基本的にはシュークリームをこう生クリームを詰めてこうショーケースの中に入っていて、それを何個くださいっていうスタイルだと思うんですけど、もちろんコンビニさんもそうですよね、はい、で僕らどうしたらいいかなと思った時に、生クリーム好きすぎてその生クリームの立て立てをお客様にこう提供したいっていう思いがあって、基本的にはオーダー入ったら生クリームをブワーって立ててくれてます。そんなに大きいお店さんじゃないのと、そんなにこうお客さんがひっきりなしにいらっしゃっていただけるお店にはまだなっていないので、はい、そういうこだわりを持ってお客様に必要な分だけをこう生クリーム立ててご提供しています。生クリーム好きな人一回絶対食べてほしいんですけど、ちょっと今日ご紹介したいと思います。はい、はい、来ました。オーダーが入ってから仕上げる出来たての美味しさ届けます。すすきのブレイングのシュークリームでございます。綺麗でしょ。もう1個ね、一応250円税込み、全部手作り生地から。これちょっと、これせっかくなんで食べてみていいですか。お願いします。はい、いただきます。いやめちゃくちゃ俺生クリーム好きだからね、はみ出るじゃん。いただきます。こんな大きさ。生クリーム美味しい、美味しい。これ生クリームが、生クリームにもこだわりとかってあるんですか。もちろんあの北海道産の生クリームでやって、もうお酒入れたりとか余計なことしないって言ってました。昔懐かしのシンプルなシュークリームを作りたい。そうなんですね。なんかよく、ね、カスタードクリームとかダブルで入ってたりするのもすんごい美味しいじゃないですか。はい、僕あれも好きなんですけど、もうここは生クリーム一本勝負。あー、そうなんですね。チョコとかも何も入ってない、別に。そしてビール。すすきのブリューイングって時間って3時ぐらいから夜まで通してやってるじゃないですか、うん、どういう方に来てほしいとか、なんかそういうのはあるんですか。やっぱり今のお客様で言うと0時会にこう使っていただけてるお客様がいらっしゃる。やっぱそうなんですね。なんか5時とか6時からこう会食があるんだけど、やっぱり遅れたくないから早めにこうすすきに入ってると。ただ早めにすすきの入ってるけどがっつり食べないとか、がっつり飲まないみたいな、ちょっと一杯飲んどこうかなとか、コーヒー飲んどこうかなとかっていうお客様に一応ここは今使ってもらってるのと、あとは1軒目の会食が終わった後にまだちょっとお腹空いてるなって言って、もちろんラーメンに行くお客様いらっしゃると思うんですけど、もうちょっと飲みたいっていうお客様が来てビールを飲みながら、うちのこのパフェとかスイーツが結構充実してるんで、今スイーツを楽しんでお過ごしいただくっていうようなイメージのお客様に来てほしいですね。そうですね、うん、噂によるとカレーもなんか締めで食べる方多いみたいな。そうそう、ね、もちろんカレーライスを食べる方もいらっしゃるんだけど、ご飯抜きのカレーのルーだけちょうだいとかっていう締めのお客様もいらっしゃる。え、珍しいですね。そうけどね、結構そのスパイスカレーなんでビールにもスパイスたくさん使ってるんで、そういったのでこう締めてくれるっていう形なんかね。あとはホテル結構多いんですよ、このお店の近く。観光のお客様が、まあ、ちょっと1軒目は行きたい海鮮の店とか行ったんだけど、もうちょっとだけ飲み足りないよねって言って、ここで最後調整してご当地クラフトビールを楽しんでお帰りいただくみたいなお客様は結構いらっしゃいます。もちろん僕らは一番メインの仕事はこのすすきのの飲食店とかに自分たちが作ったこの樽生のクラフトビールをサーバーにつないで出してもらうっていうのが一応メインなんですけど、それはまだまだ始まったばっかりで、自分たちで作ったビールを缶に詰めて道外、海外に売っていくっていう夢を持ってやってるんですよ。もう5年後10年後そういう夢が形になってるって信じてやってます、はい、ただ
そうは言ってもここに来ないと飲めないっていうのは残したくて、樽生は道外とか、まあ、逆に言うとすすきのエリア以外には基本的にはこの僕らの作ったすすきので作った樽生のクラフトビールは出さないというコンセプトでやってます。そうなんですね。まさにだよね、ここでしか飲めない樽生、非加熱処理。すすきのエール自体は結構缶ではいろんなところに出荷してるような感じなんですか？そう、本当にいろんなお土産屋さんだったりとか、本州のコンビニさんだったりとか、本州の北海道ショップさんだったりとか、今いろんなところにご提供させてもらって置いていただいてます。あ、そうなんですね。そう、それはけど加熱処理だから、あくまでも樽生では出せない、火を一回通してる加熱処理してるビールになります。なんでちょっとだけ味わいは違うっていう。いや本当ね、始まったばっかりの挑戦なんで、まだまだうまくいかないことの方が圧倒的に多いですね。絶対これいつかね、こうすすきのに来たお客様があそこ行こうっていうお店に、なっていたいなと思って今挑戦してます。いやそうですね、挑戦中。なんかすすきの名物みたいな感じになればいいですけどね。いやなりたい、本当になりたい。めっちゃうまくいかないことばっかだからね、本当に毎日毎日そんな感じだよね。頑張ってくれてるけど、けどなんかいいよね。絶対コロナになってなかったらこうやってクラフトビール自分たちで作ってみようなんて思ってなかったし。そうですよね。もう本当にそれはもうコロナでなんとか自分たちが生き残る道をこう楽しく明るくもがいてできたこう道筋なんで、絶対これを形にしたいなと思ってます。はい。いやもうね、ここもここね、見てこの部屋、まだねここってそんなに稼働してないんですよ。なぜならば本来ここのお部屋は僕らが作ったビールを缶とか瓶に仕上げるっていう部屋だったの、最終工程の。あ、そうなんですね。まだそのレベルにまでは行ってなくて、あくまでまだ自分たちが作ったのを樽につないでお客様にご提供するっていうとこまでしか行けてない。店内からちゃんと作成してる工程を見れるっていうライブ感が楽しめるような。 それがね理想、2023年の、目標はそこ。自分たちが作った缶とか瓶のビールを本当に一人でも多くの人に届けるようにこうチャレンジしたいと思います。いや楽しみですね。はい、楽しみです。はい、ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございます。ぜひすすきのお越しいただく機会があればですね、ゼロ次会でも1軒目が終わった後の2次会でもすすきので作った作りたてのクラフトビールを飲みに、そしてそれのビールに合うスイーツを食べにいらっしゃっていただきたいと思います。はい、はい、ということで本日はすすきのブレイングの方をご紹介させていただきました。最後までご視聴いただきありがとうございます。また来週お願いします。お願いします。ありがとうございます。